彼は伊豆の踊り子の中で歪んだ小児根性という有名な言葉を入れてるけど、まあ、一番印象的なのは最後に彼は東京に戻る船に乗ってさ、で踊り子たちと別れて、で彼は泣くでしょ。でまあそういうことを通してなんかこう人と人とのつながりの中でストレートに素直に人と付き合っていけないとか、常にその川端康成自身は自分は孤児であるっていう、で川端康成自身の必要なものとして書かれているっていうね。じゃあ一番重要なことは芸術っていうのは関わらなくてもいいものなんですよ。なくてもいいものなんですよ。別になくても生きていける。だからほとんどの人は生涯に一つも作品なんか残さないわけでしょ。でもじゃあなんで作品が残すか、で作品を残す人々芸術家たちっていうのがなぜそれを残すかっていったら、やっぱその作品そのものがやっぱり必然、すなわち、まあ、おぼくろ子もそうかもしそうだろうけれども、ちょっとそれを生み出さなければ前に進めないっていうの、作品という形に置き換えることによって一つこう蹴りをつけていくっていうところがある。だからそれはまあ話は戻るけれども、まあ、三島由紀夫も川端康成もベートーヴェンもラヴェルもリヒャルトシュラスも宮崎駿もみんなしてきたことを、どうしてもそれを作品化しなければならなかったという必然性、まあ、それが芸術であって、いやだって僕はねやっぱり、いや僕にも悩みはあるしいろいろな思いはあるけれども、それをなんかこう切り取って作品化していかなければ先には進めない。